久保さん、今回、倒産しない会社に就職する方法ですね。倒産しない会社に就職する方法、これ良くないですかまあ、世の中に絶対ってないと思うんですね。で、どんなに大企業でも、ピンチの時もあるし、リストラガンガンする時もあるし、ただね、倒産しない会社っていうのは世の中にあるんですよ。もし、この会社が倒産したら、世界が終わりってことです。もはや。 申しますね、もしこの会社が倒産したら世界が終わるってことです。だから世界が終わらない限りこの会社は居続けると。どんな会社だと思いますどの会社ですか ?Google ですね。もうね、Google がなくなるっていうことを考えられますか ?Google がなくなるってこと。うん。で、じゃあ Google のね、本社に内定をもらうっていうことは、まあ、ごく一部で大変なことかもしれないですけど、 Google をが提供しているサービスに乗っかることはできるわけですよ。だから YouTube に就職した方がいいんじゃないかなっていう <laughs>、うん。YouTube が僕、まあこれもわかんないですよ。わかんないですけど、今 Google のあのー、目玉コンテンツとして YouTube をこう持ってるわけですよ。で、Google はもうずっと赤字だったけど、YouTube の広告、 動画広告で今かなり利益上げてるんじゃないですかちょっと調べていいですかグーグル動画広告利益うんちょっと見てみますね YouTube にテレビ広告予算が本格的に 流入開始、グーグルの全広告収入の2割超にも視野にと YouTube の10月間における大幅な伸びを記録、売上高は前年比の46%増、約70億ドル、約7300億円 <laughs>。どうですか今の 広告事業、Google の事業ですね。どれぐらい儲かってるのかというと、これ、いつの記事だえー、2021の記事かなこれ。うん。7300億円の利益出てるらしいっすよ。広告ビジネス。7300億円の利益が出てるビジネスモデルを、えっと、<laughs> 手放します。 申しま、ね、7600億利益が出てるビジネスを手放しますか、グーグルは。うん。やばいっすね。<laughs> すごいっすね。昔は赤字だったのにね。うーん。すごいな、これ。7600、300億ってやばいっすね。で、今、まあ、まあ、ぶっちゃけもうテレビが見られないから、まあ、ここのニュースにもありますけど、要はテレビ、まあ、 そのテレビ枠のその広告枠って今まで何千万とか何億とかすごかったじゃないですか、まあ、もちろんね、電通とか中抜きしたりとかしてるんですけど、あの要は予算がすごいわけですよ。ね、しかも、資本力持ったらね、トヨタとか日産とか、まあ、日産は今どうなのかな、まあ、とりあえずもう広告費用ってすごいんですよ、バカでかいですよね。 だけど、テレビにそれをね、今までは莫大な金額を投じて、まあ、電通が抜きまくってたわけじゃないですか。だけど、もうテレビが見られなくなったわけですよ。で、YouTube にもだいぶ流れてるわけですよね。だから、大企業も、このテレビに出してたやつを分配して YouTube の方にガンガン流し始めてるわけですよ。これね、もし本当にテレビが今後10年後あるか分かんないですけど、テレビがなくなったことを考えたら、絶対 YouTube しかないですよ。もう不動の地位なんで。 YouTube を超えるね、動画プラットフォームは作れないですよ、どこの会社も。まあ、もう絶対、これ、もう絶対です、これは。YouTube を超える無料動画プラットフォームを作れないです。これは作れないです。ね。もちろん今、TikTok とかも全世界になってますけど、その YouTube みたいなやつですね。それは超えられないですよ。で、そこに流れてるんですよね、今、現段階でも。 わかりますこれ。もうシフトしてるんですよね。だからお金の流れがもうガンガン YouTube に来てるわけじゃないですか。で、Google が YouTube を手放すってことはまずありえないですね。僕からすると。絶対ありえない。こんだけ利益出てるビジネスモデル、しかもね、あんだけずっと赤字だけど、そのね、あの、ずっと育ててきたやつを。<laughs> しかも今後の流れとしても、僕はもう考えづらいですね。YouTube やっとけばいいんじゃないですか。絶対こう、潰れなくないですか グーグルが潰れるってことを、ちょっともしグーグルが倒産するっていうことを、いや、吉谷さん、絶対はないですよ、と。どうなるかわかりません。グーグルも倒産するかもしれないじゃないですかっていう、じゃその何を根拠にグーグルが倒産するのかっていうのは、ちょっと聞きたいですね、逆に。グーグルが倒産するっていう,う。僕はグーグルはとね、倒産しないと思うんですよね。まあ、絶対はないのでね、あれですけど。 まもしそういう人がいるんだったらちょっと話を聞いてみたいですね。Google が倒産する。うん。だからまあ YouTube やっとけばいいんじゃないかなっていう。まあ、今後、あのー、広告予算もどんどん多分 YouTube にバンバン来るんで、もっとね。企業が。だからかなり美味しいと思いますけどね。10年後とかもう,もうテレビなくなったら YouTube 天下じゃないですか、もはや。<laughs> 広告予算 YouTube に莫大に投入されますよ。 企業さん全部全部、うんまあ、全部じゃない他のプラットフォームのあるんであれですけどかなりの割合で広告投入していくと思いますけどねうん YouTube バブルってやつですよ YouTube バブルって何かっていうと要はその仕組み上広告主なんですよ Google が一番儲かってる何で儲けてるかっていうと広告なんですよねわかります だから、広告主が増える、広告主が大量にお金を落とし始めたら、めちゃ儲かるわけですよね。で、それの分配も来るし、結局、ね、ね YouTube、YouTube やってる人にね。うーん。だからなんか、僕は思うんすけど、まあ、ライバルは増えますけど、ぶっちゃけライバル増えたらもうみんなやめるんで、<laughs> もうこれから YouTube、まあ、ぶっちゃけ言うと、これから YouTube バブルなんじゃないかなっていう。 要は予算がすごいボリュームが上がってくるので、広告予算が。これから YouTube バブルだなと思いますけどね、本格的に。だから本当にテレビがなくなった時はもう、もうやばいっすね。どうですかね、テレビって、まあこれ本人も出てますけど、テレビなくなるみたいなね。どうなるかわかんないですよ。うん。だってテレビもスポンサーで成り立ってるようなもんじゃないですか。テレビのその、 お金かけてね、作れるのって、スポンサーがお金めっちゃ払ってくれるから、そのテレビのね、番組のセットとかで作れるわけじゃないですか。あれ、こう、予算なかったら作れないですよね。ロケ行けないですよ。だから、そもそもスポンサーで成り立ってる部分もあるわけじゃないですか、テレビって。で、そのスポンサーなくなったら、ね、自、自腹すかみたいな。自腹で番組作ります。で、あの視聴率 <laughs>。無理ですね、多分 <laughs> 無理。 うーんどうマネタイズするんですかってそもそも。広告主いなかったら。スポンサーいなくてどうやってマネタイズするんですかテレビ局がと。自分のテレビ、フジテレビグッズ売りますか <laughs> それでも無理でしょうね。うん。はい。ということで、あの、絶対はないけども、絶対はあると思います。だからそれは自分の中でこれは絶対だなっていうのを見つければいいんじゃないですか。うん。だからまあ、どん、 自分で決めましょうそこは。絶対はないけど自分の中の絶対を決めればいいんじゃないですか。いってらっしゃい。